皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。今回ご紹介するスレは、現在の価格の10円から、12円に値上がりするということで、今、何かと話題のうまい棒に関するスレです。イッチが立てたスレが、レスがついて伸びた分だけ、うまい棒を買うというスレです。この手のスレは、人を集めるだけ集めておいて、何もしないイッチも多いのですが、今回は果たしてどんなスレになるのか、まさかの展開を、ぜひご覧ください。金ならある、レスついた数だけうまい棒買うぞ。金ならある、値上げする前にやっちまわないとな。やろう？何時までにするんや、そこ決めなあかんぞ、イッチ。じゃあ17時まで。どうせ買わない。これ。ワイは絶対買わないに全財産かけるよ。たこ焼き味頼むで。たこ焼きソース味とかあった気がするわ。200本。いけるやろ。あ。ファックマン。終わり。終了。イッチおるか。おら。出てこい、イッチ。コガギン、ドッカンドッカン。おら、出てこい。またイッチが逃げてんのか。あほくさ。果たして現れるのか。おら、イッチ出てこいや。ブチギレでくさ。絶対に許さん。絶対に、だ。買えないなら謝罪しろ。諸君、もう少し人を信じてみたらどうだ。うるせえ、もう帰ってこねえんだよ。イッチの父、うちの子がご迷惑をかけしました。ふざけんじゃねえ、イッチ呼べ。それは無理です。レジのお姉さんが今必死に本数を数えてる最中や。なんでバラ売りやねん。イッチの祖父、うちの孫が申し訳ないだろ、常識的に考えて。イッチさ。ならワイも代わりに唐揚げ2個とアジフライ1個買ってくるわ。唐揚げ棒はいい。うわぁ。うおぉ。あ。この時、スレミンたちの誰もが、582本という多さに、予想通りイッチが逃げ出した。また釣りスレかよ、と嘆いていただろう。しかし、この数分後、とあるものによって突如こんなスレが立てられる。つまらんイッチいたから代わりに行ってくるパート2。うまい棒582本な。来たー。来たい。これは有能か。ドンク車で10分くらいかかる。頑張れ。582は面倒だし600やな。楽しみや。スロットしてたから今になった。勝ったんやな。こっちに来たい。窓にで1000枚は出たから余裕。今回は信じていいのんか。これイッチやろ。前も買ってんのくさ。これが本物か。せやで。はい？イッチこれ何度目や。前2回は見たけど。10回くらいかな。へ。逃亡イッチの尻拭いにか。何度も買ってるんかいくさ。よく見るやつやと思ったら同一人物やったんか。児童福祉施設に毎回ぽいや。神やん、2本も捨てたもんやないな。これもうまい棒勝ちぜやろ。いつから買うんや。今向かっとるで。たい。先に出すか。体の3割くらいうまい棒でできてそうなイッチやな。くさ。残り7割はチョコバットか。ホームランバーも欠かせない。超混んでる。でも正直、他人が尻拭いって意味不明よな。くさ、確かに。日本の社会と同じや。あの勢いで何もせずに終わりよりはマシや。安価スレで他人が尻拭いするのは違う気がする。イッチが可愛かったからな。買わないで終わるのはつまらないよな。どうせ誰も実行しないんやろ。今、勇者がおるで。過去10回以上やった実績持ちや。ワイにうまい棒くれや。ワイの、うまい棒？食べる？いらん。お、違うやつが買いに行くのか。すごいな、ワイやと田舎すぎて近場で600本弱売ってるかどうかすらわからん。コンビニ駆けずり回れば集まるだろうけど田舎だときつそう。レジェンド J 民初めて見た。うまい棒の一番うまい味は明太子、異論は認めない。それでもワイはコンポタを押す。冷静に考えたら500本ってやばいわ。1日1本食っても140本余る、わら。照り焼き。たこ焼き。は家にシュガーうまい棒あるんご。大福。サラダが好き。食いたくなってきたな。着いた。うおーおー。頑張れ、イッチ。来たー。こっちのイッチは有能。マジで買うんか。どういう経緯でこうなったんや。レス数分のうまい棒買うスレが立つ。600レスくらい行ったのに、全イッチが逃亡。このスレのイッチがドンキで600本買う。ついでにお茶買うかな。むほほ。こびるな。なんで男はドラえもんみたいなのに女の方は可愛いんだ。チーズは定番やな。とりあえず買うわ。ワクワク。やったぜ。コンポタ100本くらいで頼む。買え。買ってしまえ。待ってるで。くさ。いけた。きたー。きたー。おー。プレミアムって、どの辺がプレミアムなんや。名前の割に他より安いから逆に。本数が少ないからプレミアムの方が1本当たり高いやろ。納豆味だけ投げ売りされてるのくさ。ほんまやくさ。600はありそうやな。前スレの腰抜けとは大違いやな。
これが神器とか大和魂ってやつか。おお、うまい棒で畳が作れるな。これ持ってレジ並ぶとかただの変人やんけ。すげえ。これは期待できる。有能。シュガーラスク味だー。この手のスレでほんまに実行してんの初めて見た。Y は毎回してるで。ちょっとでも疑ったなら一気に謝っとけよ。Y の分も土下座しとけ。これ一人で食うんか。児童福祉施設にパスや。受け取ってくれるもんなんやな。くれるで。やばすぎはロタ。疲れた？おつおつ。やるやん。そら明るいけど沖縄か。カゴ二つがいっぱいか。うまい棒だけ強盗したみたい。くさ。レシート投げよ。うまい棒で埋め尽くされるクソ長レシート。有能、途中の引き伸ばしと空の明るさで疑っててすまんな。マジで混んでたのよ、ドンキまあまあ遠いし。一気前にもジュースとか買って寄付してた。してたで。ジュースも寄付してる。相変わらず有言実行な人やな、かっこええわ。実際にやるの久しぶりに見たけど、YouTuber が同じことして、寄付とかしたら好感度上がりそう。ひらめいた。6000円弱か、お疲れ一致、最高に光ってるで、どことは言わんか。パイパンや？じゅー。ようやっとる。で何本買ったん？600本や、30本入りを20個。余分に買ってて草。一致おつや、この時間でその空の明るさて、長崎とか熊本とか九州西部あたりかな。宮崎やで。やっぱ九州男児やったか、男前やで一致。わい長崎。買うとき手伝ってほしいわ、マジで600とか微妙に重いし持ちづらい。店員、業者かな。一致転売ヤーか。幸せの転売ヤーや。一致、やっぱ神やで。何が一致をここまで借り立てるんや。宮崎に行くときは一致に挨拶しとけよ、じゃないとわいが許さねえから。施設、今日のおやつは寄付品のうまい棒やで。施設キッズ、あ。あいつか。人の代わりに行くときは人集まるのに、Y がソロのとき集まらないんだよな。スレタイに実績あり、手入れとけ。履歴書かな。さ。この一致障害うまい棒購入数オンジェイで一番やと思うわ。さ、食べた量は少ないのに。ってことで、また立てるかもだからそんときはよろしくやで。では、3月。おつ。おつやで。グッバイイッチ、フォーエバーイッチ。イッチおつやで。おつやで、こっちのイッチはガチ有能やった。ご視聴ありがとうございました。今後、実績あり、とついたスレが立った際には、尻拭い2期の可能性があるかもしれませんね。当チャンネルで扱っている、他のうまい棒関連の動画も概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。また、この動画の感想を、ぜひコメント欄で教えてください。特に感想がない方は、好きなうまい棒の味でも書いておいてください。以上、2ちゃん放送局でした。